はい、今日はスニーカー紹介なんですけれども、今回紹介するのが、こちらですね。これが、コンバースオールスターボーダースター OX だったかな、そんな名前のコンバースのスニーカーなんですけれども、まあ基本オールスターですね。オールスターを、ベースに、まあなんだろう、厚底にしてこのボテッとしたシルエットに変えたっていう、簡単に説明するとそんなスニーカーなんですけれども、自分ボテッとしてるスニーカーがめちゃめちゃ好きでして、でノースウェーブのエスプレッソっていうスニーカーが、まあ、画像を出しますが、このこんな感じのボテッとしたスニーカーがめちゃくちゃ好きで、で、そのノースウェーブを結構ねヘビロテしちゃって、結構ボロボロじゃないけど、なんだろう、汚れとか傷とかついてきちゃって、ちょっとこの一足を履き回すのは厳しいなって思っている時に、ちょっとネットでたまたまこのコンバースのボーダースターというこのスニーカーを見つけて、もう一目惚れで買っちゃいました。ただスニーカー買う時ってなるべく安く買うために楽天とかを探したりするんですよ。そのコンバースとか結構楽天で安かったりするので、ただこれに関してはもう自分のマイサイズがなかったので、もうゾゾタウンで定価で購入しました。で、サイズが、ゾゾマットによると自分の足には25センチが一番相性いいみたいな表示にはなってたんですけども、25センチが在庫切れで 25.5 センチを仕方なく買ったんですけども、実際履いてみたら 25.5 で正解でしたね。なんだろう、普通にジャストサイズだし、まあ25でも履けないことはないかなっていうサイズ感ではあるんですけども、まあやや余裕があって、なおかつこの、なんだろう、ボテッとしたシルエットを生かすには、やっぱりちょっと大きめで、まあもともとコンバースってデカ履きした方がかっこよかったりするんで、それも込みで 25.5 センチで良かったかなって思いますね。で、結構重さがあってずっしりするんで、やっぱりその分余裕持って履きたいなっていうのもあるので、本当に 25.5 センチを買って良かったなっていう感想ですね。はい、で、なんだろう、結構今急いで動画を回してるのであまり詳しく見てはいないんですけども、とりあえずあれだな、この替え紐がブラックもついてるんで、まあ汚れたらこっちに替えようかなっていう感じと、紐が結構太めなんでそこも可愛いっすよね。なんだったかな、あの GU となんか誰かのコラボレーションの靴でこれと似たようなシルエットのスニーカーが出たことあったんですよ。ただそのスニーカーめっちゃ気に入ってたんですけど、やっぱり GU クオリティなんで履き心地だったりとか、そこでなんだろう、これはもう履いてられないなってなって手放しちゃったんですけど、デザインはね本当に好みで、それがなんかコンバースでいい感じのものが出てくれたので、めちゃめちゃもうすでに気に入ってて早速履きたいと思ってるんですけれども、スニーカーってあの3足を履き回すのが一番なんだろういいと言われてまして、っていうのもなんかその同じ靴を毎回履くと匂いとかついちゃうし、ダメージも大きくなっちゃうんで、まあ、3足を履き回すにはこれとノースウェーブと、あともう一足欲しいななんて思ってるの で、これの青ブルーも結構いい感じのなんだろう色なので、それもちょっと狙ってたりはします。はい、いつも通りあの台本なしでなんだろう突っ走ってる感じで喋りましたが、早くね、ちょっとこのスニーカーの存在を知らない人、ポテッとしたスニーカーが好きな人に伝わればいいなってことで今動画撮りました。ではご視聴ありがとうございます。